今度はですね、このビジネスを成功へと大転換させる方法なんですけども、あなたのビジネスを成功へと大転換すると。で、この可能性の枠っていうのはですね、ビュンとかって広げちゃいましてですね、それで限界突破とかしてですね、で、この、あなたのビジネスを成功へと大転換するこの方法はですね、なんとアメリカ陸軍が研究したリモートビューイングという、方法をですね、ビジネスに応用したっていうやつなんですね。これすごいんですよね、この投資方法、名探CIA かなんかのマクモニーグルとかっていうのは昔日テレでですね特集したことがされたことがあるんですけども、そういったところをですね使っていたこのリモートビューイングっていう投資方法っていうのがありまして、でこれをですね今回ビジネスに使っちゃいましょうと。まあすごそうに見えますけども、やってることはですね、とってもすごいことなわけなんですけども、やっぱりですね、でどうやってやるかっていうと、まず、我々のですね三才化というふうなものが実は性格形成にですね大きな役割を果たしていると。三つ子の魂100までと言われるようにですね、三才化に体験したことが一生をですね、作っているということになります。で、ところがこの生まれて少し経った猿の赤ちゃん、これ実験したんですけども、人間だと人権侵害になってしまってですね、まあ、猿もかわいそうなんですけども、白いものを見せては怖がらせる、白いものを見せては怖がらせると、こういったことを行っているとですね、白いものを見ると何でも怖がれないということ。で、この猿が大人になった時にですね、全く怖らないものに白く色をつけると恐怖感を示してしまうというふうなことでですね、3歳以下にこういったことを習慣づけますとですね、全部が怖くなっちゃうと。で、それと同じように人間も3歳以下に覚えたことはその人の性格形成に大きく影響するが、なぜ白いものが怖いかは大人になっても本人は分かんないわけなんですね。ですからこの本人の性格の核を作っている部分が3歳以下の出来事なので、この3歳以下を探っていくと自分のですね性格の根本的な部分を改善することができてしまうんですよ。これで、このですね、3歳以下に感じる辛い出来事、3歳以下のことなんでですね、なかなか私たちは気づけないんですけども、すごいことが起きてると。例えば、私たちが赤ちゃんの頃ですね、お母さんの母乳を飲んで育ったんだけど、ミルクを飲んで育ったんですと。このミルクを飲んで育ったからいけないっていうんじゃなくて、その次が重要なんですけども、お母さんが出産後すぐにあなたを保育園やおじいちゃんおばあちゃんに預けて仕事に出て行ってしまったと。だからミルクなんでですね、お母さんのおっぱいじゃなくても赤ちゃんはしっかりと飲んでくるわけですね。それなんでですね、こういうふうに仕事に行っちゃうこともできちゃうわけなんですけど、そうするとこれ心理学的にもですね、こういったことをするとまずいっていうことがですね、今は分かっておりまして、赤ちゃんのあなたはお母さんの愛情をあまり感じずに育つので、あまり自分に自信が持てなくなりますと。人との共感もできないものだと。で、そうするととても生きづらい人生を持っている。今はほとんどの人がですね、保育園に預けちゃいますけども、それから全世界的にこういった傾向がありますけども、そうするとですね、ダメな人間になってくると。その人がとっても辛い、大人になって、この子供がですね、とっても辛い状況になっちゃうんですよと。そういうのもまだ、お母さんやお父さんはですね、気づいてないので、そういうことをしちゃうんですけども、こんなことはですね、本当は、まあ、経済的に困ってしまうっていうんですけども、それを我慢してもお母さんがしっかりと、こうやって赤ちゃんを愛情を持って育てるということがですね、その赤ちゃんの将来にとってはですね重要になっているわけですね。それがまた良いおっぱいと悪いおっぱいという心理学用語があるんですけども、良いおっぱい、赤ちゃんはまだ脳が未発達なので、自分に心地よいことをしてくれる人をいい人と感じるんですよと。つまり自分が欲しい時におっぱいをくれるお母さんがいいお母さんなんですよと。悪いおっぱい、自分が赤ちゃんが自分がおっぱいを欲しくない時にお母さんの都合でおっぱいを飲まされる時、あるいは飲ませてくれないとき、赤ちゃんは不快に感じ、お母さんは心地よい存在とは感じなくなってしまうと。それでですね、この赤ちゃんの立場になって赤ちゃんの世話をしてあげればいいんですけども、なかなか赤ちゃんの立場になろうとはお母さんはするんですけども、やっぱりですね、もう本当子育てっていうのは大変なんでですね、なかなかうまくいかないと。両親がよく一生懸命世話をしてあげても赤ちゃんは両親からの愛情を十分に感じることができなくなってしまうと。赤ちゃんの立場になって世話をするというふうなことをすればいいんですけども、これは難しいわけですね。そんな赤ちゃんが成長したとき、両親が一生懸命子供のために尽くしても、子供は両親の愛情を十分に受け取ることができなくなってしまうんですよ。これまた、この
両親が一生懸命赤ちゃんの世話をしてもですね、赤ちゃんの身になって考え世話をしないとなかなか赤ちゃんに愛情が伝わらないと。で、子供を幸せにするための子育て、だから子供の体を育てるっていうのは食べ物を与えておけばですね、子供の体は大きくなるんですけども、幸せにする子育てはとても難しいんですね。このように私たちは幼児期のさまざまな寂しさを感じ取り、それが心の傷になってしまうと。なのでこの心の傷を探ってこれを癒してあげれば人生は楽しくなってしまうんですね。だからこれがキーポイントになってきております。それで、どうやってやるかっていうと、その手順なんですけども、まず小学校5、6年生のところの楽しかった思いを思い出しますと。で、楽しかったことっていうのは学校の出来事でも家での出来事でも OK で、まずこれを思い出しましょうと。で、これでですね、潜在意識の扉をここで開きます。本来その、得たい情報っていうのは辛かった場面なんですけども、いきなり辛かった場面とかっていうとですね、潜在意識が開かないので、楽しかった場面を思い描いていただきまして、潜在意識の扉を開くと。それで次に悲しかったり辛かったりした場面を思い出すんですけども、で、これもここはですね、リモートビューイングの機能なんですけども、この悲しかったり辛かったりした場面を思い描いて、この寂しかったり辛かったりした場面の中に意識をドブッとつけ込んで、そしてこの場面の自分自身になりきりながら3歳以下の意識に集中すると、その辛かったことをあなたのまま生まれて初めて感じた3歳以下の場面に意識を戻すことができると。だからここで辛い場面、小学校5、6年生、小学校5、6年生の、小学校3歳というのはですね、核の部分ができる時期が3歳なんですね。で、私たちの性格が完成するのは小学校5、6年生ですね。で、そこから先はほとんど変化しないんですけども、それなんで小学校5、6年生の時の悲しかった場面とか辛かった場面っていうのは、自分の人生の中でも辛かったり悲しかったりした場面なんですね。で、この辛かったり悲しかったりした場面っていうのは、核ができた頃が3歳なんで、3歳以下にも同じような辛かったり悲しかったりした場面は、既にですね、体験しちゃってるということなんでですね、ルーツに意識を戻すっていうふうなことをリモートビューイングっていう、手法を用いてですね、行っているわけですね。ほとんどの場合には、3歳以下の、出来事っていうのは、お父さんやお母さんにそういった話を聞いたりとか、自分が赤ちゃん3歳以下の、写真を見ながらですね、お父さんお母さんに話を聞いてない限り、そういったところの記憶っていうのは我々はないんですよね。さっきの白いあのものを見せたら困惑するとの猿と同じような感じ で、だけどもこのリモートビューイングの方法を用いてですね、あげますと3歳以下の場面が出てくる人もいれば、場面は出てこないんだけども、その時の気持ちがですね、を浮かばせるっていうことができるんですね。で、3歳以下の自分を探っていき、心の傷を探し当てたら、その時にですね、お母さんにいて自分のことを慰めてほしいのか、お父さんにいて自分のことを慰めてほしいのか、お母さんにいて自分のことを慰めてほしいのか、どっちか特定すると。両方でもいいんですけど、両方だと自分がたくさんかかっちゃうんで、どっちか絞ってみると、まず今回は。で、お母さんにいてほしいとしたらですね、仮に、お母さんにいてもらってどんなことをしてほしいのかっていうのを感じるということで、で、一般的な我々のですね、子育てをするときには、子供が怪我をしないように遠くの方からお母さんが見守ると、お父さんが見守るというふうなことでですね、ちょっと前まで盛んに行われていたのは、子供にテレビやビデオを見させていてですね、お母さんが家事をするというふうなことが一般的だったんですけども、そんなことをすると、赤ちゃんの将来が良くないですよということが最近分かっていますね。赤ちゃんはこんなふうにしてほしいんですね。もうそばに来てですね、もう手取り足取り、私の赤ちゃんのである自分のことだけを、見て構ってみたいなんですね。お父さんも遠くの方から赤ちゃんをなんかあやすんじゃなくて、まさにですね、赤ちゃんと面と向かって、それもですね、もうこんな感じでスキンシップし放題みたいな、ベッタベタにくっついてですね、自分の赤ちゃんのことだけ思っていろいろ世話してちょうだいというふうなのが本来の我々はですね、赤ちゃんの頃にやってほしいことなんですね。ところが、こんなことをしてたら家事ができなかったりとか、お父さん仕事に行けなかったりなんかしてしまうんで、実際はどうにか赤ちゃんをですね、遠くの方からどうにかしようというふうにしてしまってるんでですね、今の自分が大人になって、赤ちゃんの、子供の頃は赤ちゃんだった私たちはですね、大人になって幸せになれてないんですよね。こんなふうにしてもらってたら本当に幸せなわけなんですけども。で、だけども、そんなこと言ってもしょうがないんでですね、残念ながらここにしてもらってなかった。なもんで、それを感じ取ってですね、どんなことをしてもらったかっていうのを感じ取って、
で、催眠だからできることなんですけども、お母さんが自分の望むことをしてくれたと、毎日大きな愛情を包んでくれた、本当は違うんですけども、このようなことを瞑想の中で現実とは違うその場面を空想してですね、愛情たっぷりもらった自分自身になりきってみると、普通の正体だとなかなかこうやってなりきるというのはできないんですけども、瞑想の式状態だとなれると。で、そしてなりきってですね、赤ちゃんの頃自分がとっても幸せに育ってくれたんだ、ああなんて幸せだったんだろうっていうような自分になりきって、その意識を小学校5、6年生の頃に戻すと、そうするとですね、実はこの小学校5、6年生の頃の辛かったのは、この時に辛かったんで辛かっちゃったんですね。だからこの時に辛くなければですね、この辛かった場面が発生したけど、それほど辛さを感じなかったか、あるいは発生を回避できたというふうな感じなんですけども、それをですね、実際は辛かったんで、なかなか難しいんで想像しちゃいましょうと。だから現実とは違うシチュエーションを自分の中で作り出して、自分の小学校5、6年生の頃もそうじゃなかったようにイメージしてみましょうと。で、さらに再びですね、幼児期にとっても大きな愛情に包まれていたと想像してみましょうと。おいで、学生時代のですね、生活の様子も楽しかったとしたとしても、もっと楽しかったということを想像してみましょうと。3歳以下の自分が、性格形成期の性格の核の部分ができる3歳以下の自分が大きな愛情を両親から受け取っていたと想定し、まあ、両親としては一生懸命育てようと思っているんですけども、先ほどと同じように両親は子供の立場になって、あるいは子供のことを十分していたかというと、親っていうのは子育てのプロじゃないんですよね。もう初めてなんですね、子育てっていうのは。だから上手にできなくて普通なわけなんですけども、だけどももう本当にお父さんお母さんが子育てのプロで、自分 の、 その赤ちゃんである自分のですね、要望をしっかりと受け取ってくれるような、そんなすごいお父さんお母さんだというふうな感じで想定し、自分の生活を自分自身がよりポジティブになって想像するとしたら、どんな自分になっているんだろうかというようなことをイメージすることによって、自分のですね、可能性の枠を広げる、ここが自分なんですね。可能性の枠を広げるためにこういったことをしてみましょう。で、この時に重要なことは、自分の可能性を現在の自分が想像できるよりもちょっとだけプラスチックになって楽しく想像すると。だからプラスチックになるというと、到底実現できないところまでも想像したくなっちゃうんですけども、そうするとできないんでですね、実現できないんで虚しさが残るわけですね。だから自分として想像できるよりもちょっとだけっていうような感じですね。このちょっとだけプラス思考になってやってみると、それから大抵の人の場合にはですね、自分の子供の頃っていうのはこんな風につらかったよなと、だけどこれを想像したらとかっていう風に、幸せだったと想像したらとかっていうに、そうやって思いがちなんですけど、思い返しの反省はしないと、ひたすら楽しむっていうことなんじゃないですね。ただこの例えば3歳以下の自分が幸せだった、小学校の自分が幸せだった、中学校の自分が幸せだった、高校の自分が幸せだったとかって感じでやっていくと、どんどん幸せが積み重なってくるんですけども、ああだけど自分の学生時代はね、こうだったんだよねとかっていうと上がってくるのはまた難しいんですね。で、社会人になった時にはこうだったんだけどめっちゃ上がってくるのも難しい、ところがこうでっていう感じで反省しなければですね、どんどん幸せが積み重なっていきますんでですね、これが結構重要になってきます。反省せずにひたすら楽しむと。それで、さらに自分が社会人になり結婚すると、子供ができて自然に成長していくと、こちらはもうまさにですね、お子さんが、いらっしゃる方はその、よりその素晴らしい子育てができている様子、まだ結婚もしてない方はですね、もしそうだったとしたらどうなっていくんだろうというのはですね、こういうのをですね、想像してみると、それからまだ自分が死んでないんで臨終のことも想像してみると、それから肉体から魂が抜けた時、このことも想像するんですけども、できる限り楽しく想像すると。で、それを自分自身が想像できるよりもちょっとだけプラスチックになって想像したら、どんな素敵な人生が実現できるかを想像してくると、自分の可能性の子はどんどん広げることができるというふうな感じですね。普通の主状態だとなかなか想像も難しいし、潜在意識の扉があるんでですね、可能性の子なんていうのを広げることすらできないんですけども、瞑想の状態ですとこんなすごいことが出てきてしまうわけですね。で、そうすると多くの人が本当にしたいことっていうのが、この可能性の枠の中にあれば人生をとても楽しんで自分のやってることを満足してるんですけど、与えてるのは外にあるんですね。可能性の枠の外に自分の本当にしたいことがあるんで、虚しさを感じる人生を送っていってしまっていると。で、そこで今回瞑想の状態になって可能性の枠をこうやって広げてあげると、もう本当にこのすぐそばにあるのに可能性の枠を広げるとしたら、こんなに大きくしないといけないということなんで、普通の仕事ではできないわけなんですけど、
瞑想でさらにリモートビューイングっていう機能を使うとこんなことができるようになってしまった。で、こうやってやっていくとですね、とっても人生がですね、楽しくなっていくと。だからこのこともですね、このセミナーだけでぴょっと一回広げただけだとすぐにこうやってシュッとしぼんでしまいますんで、これが完全にですね、どん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 広がっていく状態にするには、今日のワークを何度も何度もやっていくと、これが可能になってきますんでですね。ですから何度もやっていくと、どんどん幸せになっていくと。何度もやっていくと、この、こと自体が対策できるようになってきますんですけども、今日はですね、本当に難しいかもしれないですけども、頑張ってやってみてください。で、この時に、先ほども言ったようにですね、お伝えしたように、自ら積極的に探ると。彼自身の主体的な努力。自分がなんか想像したなんかするのは大変なんだけど、大変だなっていうのは諦めるんじゃなくて、主体的な努力をしていってくださいって紙に書くわけなんですけども、その紙に書くのはこの、瞑想の時って目をつぶってますんでですね、目をつぶりながら紙に書くっていうのは大変なんで、課題を思い浮かべて目を開けてインスピレーションを書くということをします。そして筆が止まったら書くのをやめて、目をつぶって呼吸に意識を向け深呼吸を参加する。そしてまた課題を思い浮かべ目を開けてインスピレーションを書く。筆が止まったら書くのをやめて、目をつぶって呼吸に意識を向け深呼吸を参加する。これを繰り返していきますと、30分でも1時間でも瞑想の状態になり続けながら、いろんなことをですね、書くことができるようになりますので、この書くのをやめて目をつぶって、この課題を思い浮かべながら深呼吸するんじゃなくて、呼吸の意識を向けて深呼吸をしていくと、これが可能になってきます。というわけで、これからですね、自分にとって本当の幸せを見つける、このですね、実習を行います。で、やり方が、まず小学校5、6年生の頃の、楽しかった場面を2分間、この2分間で深呼吸を3回するというところも入れますので、1分半経ったらですね、経ちましたってお伝えしますので、1分半ですね、ただひたすら書いていくと。でこの時も頭の中で、楽しかった場面をまとめて、そして頭で納得してから書こうと思っているとできません。だから楽しかった応援というキーワードでですね、小学校5年生のことを思い描いてですね、ダーッと書いていきますね。で、あ、だけどそれって中学生のことなんだけど、小学校4年生のことなんでもいいですかと。いいです。大体このあたりのことをですね、書いていってください。それから小学校5、6年生のこの本で潜在意識の扉を開けて、で、瞑想の状態になってるんで、だいぶ開いてるんですけども、ここでしっかりと開けることができると。で、小学校5、6年生のこの辛かった場面、これをね、これがですね、本当は受け取ったわけですね。これを、またこれもですね、辛かった場面というキーワードでですね、思い浮かべて書いてみると。だからなんか分かんないんだけど、頭の中には何か浮かんでこないんだけど、手で動かしてみたら、あ、書けたみたいな感じになりますんで、頭の中で整理したから書こうと思っていると、何も出てこないんでですね、ですから、ただひたすら筆を動かすと。でそれでも何か浮かんでこないなと思ったら、とりあえず、私は何々小学校に行って、こんな風な感じで通学経路があって、お友達がこんな風にいたとかっていう風なことを、だからこのところで書いていきますと、こっちの方もですね、出てきますんで。で、辛かったって言ったら、お腹が痛くて辛かったとか、お腹が減って辛かったとか、あるいは、学校で一等賞になれなくて辛かったとか、片思いで辛かったとか、だからそんな感じで何か、ちょっと思い浮かべるとですね、そこから先に瞑想の状態なんで、この自分から積極的に努力をしようというふうにですね、思い抜くと出てきます。出てくるのを待とうというふうにやってると何も出てこないですね。思い出そうと思って主体的な努力をして書き出すとですね、いろいろ出てきますんでですね。で、その後、今度は意識をですね、3歳以下に戻す。このリモートビューイングの技能を使って3歳以下に戻して、その時にお父さんにいてほしいのか、お母さんにいてほしいのか。でお父さん、お母さんというふうな字を書いて、どっちか書いてですね、何をしてほしいのか。だから、大人の頭でですね、考えても何をしてほしいのかっていうのは分かんないかもしれないですけど、高い高いをたくさんしてほしいと、困り歌をたくさん歌ってほしいとかですね、それから肩車をしてほしいとか、リモックをしてほしいとかですね、それから背中をトントンしながら困り歌を歌ってほしいとか、なんかそんな感じのも出てきますのでですね、それの紙に書いていると。そして、でここでお膳立てがここでできましたと。で、そしたらこれからですね、自分の人生をバラ色にしていくというふうな、潜在意識にバラ色の、思いを入れてですね、そのさっきの潜在意識にはプラスを入れるっていうことをやっていくわけなんですけども、それで可能性の負荷が広がるんですが、この3歳以下の頃、親が自分の望むことをしてくれてですね、とっても幸せの前も十分に思い描いたら、なんか3歳以下の頃こんな幸せだなと、
でだけでもほとんどの場合はですね覚えてないです。僕は3歳ぐらいの頃だから想像するわけですね。このところこれを想像して、でこんな想像ができるとしたら小学校5、6年生の頃の問題はあのこのところの問題つらかった場面はどう解決してるんでしょうか。これもまた想像して紙に書く。じゃあこの自分が3歳以下にお父さんお母さんにこんなすごいことをしてもらったとしたら、自分の学生時代、だから中学高校大学とかというのは学生時代、これをのそのうちの どれかでいいんでですね、中学高校大学のどれでもいいんでですね、そのところの、自分がですねもしこうだったとしたらどうなんだろうかというのを想像してここで書いていくと。これは社会人の自分、これを想像して自分がですねやりたい仕事をやってるような部分とか、人に褒められてるようなところをこれ想像して喜んで紙に書くと。だから結婚しなかったとしても結婚したらこうなんだろうなと、あるいは不幸な結婚しちゃったとしたら幸せな結婚したらこうなんだろうなというふうな感じで、それからまだ死んでないんですけども臨終の時、自分がとても幸せだったらこんな幸せな臨終が迎えられるんだろうなと。例えば自分がですね女性だったとしても大抵あの男性の方はない、あの早く死んじゃうんでですね、私一人じゃなくてあの旦那もいてくれたら、子供たちもみんないてくれたら、お友達もいてくれたら、あのみんなとこんな風な感じでみんなにお別れの言葉を言って、なんかあの喜びの言葉を言ってもらって、ああ幸せだったなっていうのはきっとこうなんだろうと想像しておくわけですね。こうして魂なんていうのはまだ体験したことないかもしれないですけども、もし自分が魂になったらなって自分の一生を振り返ったらこんな感じなんだろうなとかというふうにしていくとですね、ものすごくたくさんのことが楽しみがですね潜在意識の中にドロッと入っていって、可能性の奥がですね広まっていくと。でこれを今日やるだけじゃなくてお家に帰って何度も何度も繰り返せば繰り返すほどより鮮明にイメージをすることができて、で、さらに自分の可能性の奥が広がっていく場だけでなく、ああ本当の自分はこういう人生を生きたかったんだっていうふうなことが分かっています。でも本当の自分がこういった人生を生きたかったんだけども、あの実際はお父さんお母さんも一生懸命育ててくれたんだけども、お父さんお母さんは子育てのプロじゃなかったから、お父さんお母さんなんて言っていなかったんだと。できなかったのはお父さんお母さんが悪かったんじゃなくて、たまたま、まあ、あのみんな子供の頃のことをですね自分にできなど理解できなかったんだということは、自分が、幸せな結婚して自分の子供を幸せにしてあげれば、自分の子供も自分も幸せになれたんだよとっていうふうな感じでですね、こういうふうな現実をこれまでお父さんお母さん大嫌いとかって言って受け入れなかった人の場合も、まあ、なるほどお父さんお母さん一生懸命やってくれたんだけども気がついてくれなかっただけなんだなっていうことも、まあ、今度こそまた分かってきちゃったような感じですね。こういうのことを繰り返せば繰り返すほど自分自身が幸せになっちゃいますのでですね、今日はその第一歩ということでこれからこれを行ってみましょう。ノートにですね書いていってください。で何をするかっていうのは私が全部言っていきますのでですね、その通りに、思い描いて書いていっていただきますと思います。